よろしくお願いします。ニーナと申します。それだけじゃ足りない。
だからね、ずっとそばにいるわ。あなたへの愛を伝えるのにふさわしい言葉が見つかる。一番に幸せな思い出をどれか一輪摘むとしたら、私はきっといつになっても今って言い続けるの。そばにいれるこの時間が、もしも当たり前になったとしたら、他にもそんな当たり前を一緒にたくさん作り続けていこうね。だからね、ずっとそばにいてよ。隣で笑っている幸せを噛みしめて、私は居場所であり続けるから。この先もあなたにとって私と過ごす時間が、この上ない自由形のない花束をという曲を歌いました。バラ二輪という曲を聴いてください。
ゆく数字を無心で見つめてる、もうなぜか涙も枯れ果ててしまったのか、ああ畳の上ですすり泣いた、あの日から何も期待すらしなくなった。
く感じるのは、ああいつも決まって打つ明かりの中とも時間、会いたいって言いなくても映り描いた文字、目覚まいておくから分かってほしいの、君からもらった枕の季節がもうすぐ終わってしまうのが寂しい、記念日には何をあげようか、遠く離れていっても君の日常に俺がいてほしいんだ、並ぶ影追いかけて神社の馬に書いた僕ら二人の名前、5年後もまた一緒にここに行こうよね、今度はくくり指に二人の約束を結んで、ありがとうございます。ゆいというオリジナル曲を歌いました。あと1曲で終わりなのでよかったら聴いてってください。ニーナと申します。本日30分枠をいただいて歌っていますので、あと1曲だけで終わります。あと1曲聴いてってください。知ってカウントダウンが始まっても、今日君の声を聞けたから、それでいいって答えたの、世界が終わるとして、世界中が涙を流したって、大切なあの人たちに笑顔でありがとうって伝えるの、それでいい、明日、世界が終わるとして、
ちに会えたから、ありがとう。明日世界が終わるとして、この地に足をつけて立っていられる最後の時が今だとしても、笑みを浮かべる。明日世界が終わるとして、死ぬ瞬間まで霞んだ声でも、自分の気持ちを音楽に乗せて大声で歌いたいと思う。チラシを私に行きますので、ちょっと待っててください。終わります。ありがとうございます。ニーナでした。